さて、今回は脳の柔軟性を試す6つの謎々です。純粋な論理的思考で物事を考えることってあまりないですよね。理にかなった推理で問題を解ける人は滅多にいません。あなたはどうでしょう。この謎々で推理力を試しましょう。第1問、偽物コイン。ここにはかりと3枚のコインがあります。1枚は偽物です。偽物のコインは他の2枚よりも軽いです。偽物のコインを見つけるにはどうしたらよいでしょう。制限時間は15秒です。どれか2枚のコインをはかりに乗せるだけです。2枚のコインが同じ重さだったら残りの1枚が偽物です。わかりましたか？その調子です。第2問、シェフへの挑戦。料理コンテストで優勝するためには1つのフライパンで15分以内に6枚のステーキを焼かなければいけません。しかしフライパンには一度に4枚のステーキしか乗りません。どうしたらいいでしょう。わかりましたか？解決策を教えましょう。まず4枚のステーキを並べ5分焼きます。2枚を裏返し、残りの2枚は生のものと交換します。5分焼いたら2枚を裏返し、両面焼いたステーキと先ほど取り出した2枚を取り替えます。5分焼いたら6枚のステーキの完成です。なるほど。皆さんはどうかわかりませんが、私はこの方法にすっきりしました。第3問、給食問題。ある農家が井戸を作るためにバイトを雇いました。彼は毎日金で支払いをすると約束しました。月曜日から仕事を始め、7日で完成する予定です。この農家は金塊を持っていて、毎日7分の1ずつ切り分けるつもりでした。ノコギリで金塊を切り分ける？気持ちはわかりますが、ここではそういうことにしておいてください。しかし何らかの理由で金塊を2回しか切れなくなってしまいました。約束の給料を毎日支払うにはどうしたらいいでしょう。じっくり考えてみてください。さて答えです。まずは金塊を7分の1、7分の2、7分の4の3つに分けます。2回しか切ってませんよね。では支払い方法を考えましょう。月曜日に7分の1の金塊を支払います。火曜日には7分の2の金塊を渡し、月曜の7分の1の金塊をお釣りとしてもらいます。水曜日には返してもらった7分の1の金塊を支払います。そして木曜日には7分の4の金塊を渡し、7分の1と7分の2の金塊を返してもらいます。ついてきてますか？金曜日に7分の1の金塊を支払い、土曜日には7分の1と7分の2の金塊を交換します。そして日曜日に残っている7分の1の金塊を支払います。なかなか大変な計算と経理ですね。あなたの答えも同じ方法でしたか？違う方法を思いついた方は下のコメント欄で教えてくださいね。第4問、ニワトリと卵。ここに3日で3個の卵を産む3羽のニワトリがいます。もっと卵が欲しいと思ったのでニワトリを12羽増やしました。15日後には何個の卵が手に入るでしょう。15秒で数えてくださいね。
15個だと思ったあなた、残念ながら違います。3羽の鶏が3日で3個の卵を産むとしたら、1羽あたり3日ごとに1個の卵を産むことになります。15日だと1羽あたり5個の卵を産むので、15羽だと全部で75個の卵を産むことになります。ところで、そんなにたくさんの卵が必要なんでしょうか。あは、朝ごはんのオムレツ用ですか。なるほどね。第5問、プリンセスと騎士。昔々あるところに娘にふさわしい花嫁を探している王様がいました。そこで王様は騎士の大会を開くことにしました。候補者は数多く、試練に耐えなければならず、とうとう最後の2人になりました。娘の婚約者を決めるため、王様は2人の騎士に馬に乗って湖まで行くように命じました。湖に遅く到着した方がお姫様と結婚できます。2人とも先に着きたくなかったので、馬にまたがりゆっくりと湖に向かいました。まるでカタツムリのようなスピードで進む馬に1週間乗り続けたところで、とうとう2人とも耐えきれなくなり、馬から降りると握手を交わし家に戻ろうと決めました。しかしそこでお姫様が現れ、2人の耳元で何かをささやきました。2人の騎士はすぐに馬に飛び乗り湖に向かいました。このお姫様は何と言ったのでしょう。お姫様は2人の騎士に馬を交換するように言ったのです。こうなると自分が先に到着しても自分の馬は遅く到着したことになります。賢いお姫様ですね。第6問、3つの扉。ある少年が森の中を歩いていると、廃墟となった山小屋を見つけました。お決まりのパターンに従い、少年は中に入ってみることにしました。中に入ると背後でドアがバタンと閉まりました。小屋の中は真っ暗で、明かりをつけようとしましたが、当然電気は止まっています。するとどこからか声が聞こえ、3つの扉のうち1つから外に出られると言われました。1つ目の扉の向こうには少年を一瞬で殺せる毒蛇が何千匹もいます。2つ目の扉の向こうには電気椅子があり、死刑執行人が少年を待ち構えています。3つ目の扉の向こうにはお腹を空かせたライオンが今か今かと待ち構えています。この少年を助けてあげてください。15秒で逃げ道を見つけてくださいね。答えは意外と簡単ですよ。この少年は電気椅子の扉を選ぶべきです。覚えていますか？小屋の電気は止まっているのです。執行人も電気がなければ何もできませんね。他にもこの執行人をライオンの元へ送り、ライオンが執行人を襲っている間に急いで逃げ出すなんて方法も冗談です。ただの思いつきですよ。6問中何問解けましたか？下のコメント欄で教えてくださいね。高評価ボタンもお忘れなく。友達にシェアしてどちらが賢いか試してみてください。チャンネル登録もお願いします。それではまた近いうちにお会いしましょう。